おはようございます。ます本日はフォーラムにお,祭りお集まりいただき、またこのような貴重な場を設けていただき誠にありがとうございます。私司会進行を務めさせていただきます行政書士法人第一総合事務所行政書士の富田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。<laughs> 私自身は行政書士の業界に入ってまだ1年6ヶ月程度です。 で以前は、えっと、インテリアメーカーの営業を行っており、えっと、ルート営業の変わらない日々を送っていましたそのため、えっと、この業界に入ってからの1年6ヶ月は本当に内容の濃い時間になっていますでこうして、えっと、大人数の前で、えー、立ってお話しすることも正直前の営業職の時には想像することはできませんでしたでそれはこの業界で自分自身が成長することができた証でもあると勝手に感じていますでそしてまた、えっと、今回お集まりいただきます先生方6名 は、本当に今まさに行政書士業界を引っ張っている方々のトップランナーですで。少しでも何か皆様の心に届くものを提供できるように司会進行を務めさせていただきますので、聞き苦しい点があると思いますが、何卒よろしくお願いいたします。では、さて、前段が長くなってしまいましたが、早速本題に貼っていこうかと思います。まず初めににに、えっと、今回のフォーラムイベントを開催するに至った経緯について 行政書士法人第一総合事務所代表社員若松直にお話しいただきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、えー、皆様こんにちは。えー、行政書士法人第一総合事務所で代表社員を務めております若松直と申します。 本日はこのような貴重な場を設けていただきレク様はじめ各先生方ご協力いただきました先生方にこの場をお借りして御礼申し上げます今回このようなイベント当社が協賛ですかね協賛という形で企画したきっかけなんですけども感じているところ えー、行政書士業界で受験生が減っているんですという話を、えー、耳にするようになってまいりましたで私はもともと多資格の勉強をしていて、えー、その修行の世界に飛び込んだんですけども、えー、その時強い憧れを持ってですね、えー、業界に飛び込んだことを覚えておりますで今、えー、私どもがええー 行政書士に実務課として、私で10年目ぐらいになるんですけども、果たしてこれから行政書士を目指す方々、あるいは行政書士資格は持っているけども、活用できていない方々にそ、そのような憧れを提供できているのかなというような、そんな考えを持つようになってまいりました。 えー、ですので、えー、今回業界のトップランナーの先生方にご協力をいただいて、えー、行政書士のリアルなところをお話しいただければというふうに思っておりますそれで、えー、今回、えー、レックの梅田本校にお,お集まりの方々、えー、あるいは中継校でご覧になってい,いただいている方々に何か一つでも えー、行政書士業界のリアルというものを持って帰っていただければ、えー、今回協賛させていただいた、えー、ということについてあの非常に嬉しい思いを持っております、えー、最後まで、えー、皆さんお付き合いいただきますようどうぞよろしくお願いいたします<あり> <laughs> お話しいただきありがとうございます それでは、えっと、もう時間の関係もありますので、早速、えー、イベントに入っていきたいと思います。まずは、えー、先生方から、えー、自己紹介も兼ねて、えっと、先生方の自己紹介と、えー、事務所がどういう業務をしているかどうかと、あと事務所の特徴と、えー、行政書士業界って今、こういう人、求めてますよというようなことに踏まえて、えっと、お話しいただければと思います。 それではえっと一人目であるえっと行政書士法人キズナの代表社員である森本先生お願いします。はい、えー、皆さんこんにちは。キズナ神戸とキズナ東京の代表してます森本でございます。えー、どうぞよろしくお願いします。それじゃ座らせていただきます。えっ、ー、とまあ弊社のですね特徴も含めてなんですけれども私自身が三、えー、代目という立場になってます。 私たちの会社は今、創業70年を今年迎えまして、行政処置法ができたのが68年前なので、うちの会社は行政処置法ができる前からです、ね、代所屋としてです、ね、あのスタートしたというのがきっかけです、で私があの、まあ、森本という名前でいくと3代目ということで、えー、まあ大変ですね、やっぱり自分でゼロを1にしてきてないもんですから、えー、大変まあ苦しみながらやっておりますけれども、今日はその中でも楽しいと思えることをです、ね、お伝えできたらというふうに思っております。 えっと、うちの会社の特徴ですが、えー、業務はですね自動車の登録手続き100%です、えー、実はですね8年9年,ぐらいすね9年ぐらい前には許認可も一部やってたんですけども、えー、どえらい問題が起こりましてですね、えー、それで辞めました、えー、もうそこからもう自動車登録1本ということで、えー、突き進んでいるというような状態でございます現在の従業員さんの数がですね今300名弱でさせていただいておりまして、まあ、自動車の登録だけでもですね やっっててていいいいいけけるんだとととううことをです、ねまあ、証明し続けていきたいなというふうに思っております、えっとえー、まあ私たちの特徴、まあ、あ人数も多いんですけれども、まあ、自動車登録に特化していることから、まあ、大量の案件をまあ効率よくスピーディーに行っていくということに力を入れてです、ねまあ、やってきているというような状況でございます自動車登録に今昔から中心に置いてきているんですけれども理由はですね えー、自動車登録というのは単価が安いんです、単価安いんですね、やっぱり、安いんですけども、一旦始まると継続的な仕事に変わってくるんです、だから、常に新規という状況じゃないので、単価は安いんですけど、まあ、ブレが少ないというようなイメージを持っていただけたらなというふうに思いますで、もう一つはですね、補助者の方が活躍できる内容が多いです、非常に。 私自身がじゃあ業務をずっと現場でやってるのかっていうとそうではなくて私はどっちかっていうと仕事を増やしたりどういうふうに効率よく回していくのかとかあるいはまあ皆に夢を語ったりですねこの会社をこうしてきたあしていきたいと、まあ、いうようなことを語りながらまあ引っ張っていく役割かなというふうに思っております自動車の登録は補助者の方が非常に活躍できるので、えー、すごくまあ生産性は高いというふうに今思っております、まあ、そういう業務に特化していっております私たちのあの夢はですね えーまあ、これはちょっと本当にもう終わられるかもしれないんですけども自動車の登録手続きをです、ね、全部全部行政書士でやるんやという夢を語って今全国議弥してます、えー、実は明日もですね長野県の松本市に行って松本の方にテレアポを取ってですね、えー、僕の夢を語りに行って賛同してくれる仲間を今増やしていってるという状況です、えー、45年前からその夢を語り続けてですね 今全、全国で今、75名ぐらい、えー、本当に心を通わせるような近いですね方々が集まってきていただいているというような状況でございます、まあ、その夢に向かって、まあ、60歳までにですねそういうことができるまあ体制作り、あるいは商品作りというものをやっていきたいなというふうに思っております、やっぱりその会社として求めている人っていうのは、ですね、えー、まあそういう夢、まあ、夢ばかげてるなと思われる方も多いかもしれないんですけど、ちょっとでもそういうことに感じて響いてくれるような人ですね。 まあそんな人たちと私一緒にやっぱり夢を追っかけて頑張りたいなとまあいうふうに思ってます。まあそれの話を今日いろいろさせていただけたらというふうに思いますので、一日どうぞよろしくお願いいたします。え皆さんこんにちは。えー、っとですね、私行政少子法人ゴールというところの石毛と申します。えー、今後沿って喋らせていただきます。えっと我々ゴールはですね、今東京の銀座が本店でして、えー、あと川崎と。 おあと、宇都宮、栃木県の宇都宮と埼玉の浦和にです、ねえー、出している最中で、えー、全部で、えー、行政書士登録しているのが15人、そして、えー、補助者の方が3人という形で、えー、18人でやっております、でちょっと珍しいのはです、ね、去年、行政書士法人を1つ分社化させて、そちら渋谷に出して、そちらを立つと22名という。 形で,やっ,てますで、えー、やってる業務はですね、えー、銀座本店が許認可全般ですで、特に私が開業してからに、えー、ずっと環境系ということで、産業廃棄物関係をやってきたので、えー、産廃関係、あと建設、運送。 あとビザですね、えー、というところを銀座でやってまして、川崎の方は相続と障害福祉ですね、こちらをやらせていただいてます、で分社した渋谷の方は資金調達で、融資と補助金だけを特化してやってるという形で、えー、まあ特徴としてはです、ね、今申し上げたように、それぞれの業務においてチームを作ってるという形でやってます。 えー、それぞれのチームが大体3から4人のチームを組んで、えー、その子たちは基本的にその業務しかやらないと、ただその代わり、えー、他の事務所でもできないぐらいの、まあ、レベルの高いというかです、ね、難易度の高い業務をやってくださいという形で、えーまあ、効率化とです、ね、専門化というところを徹底してやらせていただいています、まあ、そのかいあってです、ねえー、私もやって産業廃棄物関係でも一部上場の会社様とかです、ねえー、入管業務でも上場の会社様のお客様も増えてきてまして、えー、やっぱり社員の方たちからしてもです、ね そういうい、まあ、本当に誰もが知っているようなお客様と仕事をさせていただいているというのも、一つの規模のメリットというかです、ね、やりがいにつながっているのかなと思っています。 で僕自身は2008年に29歳で開業しまして今12年目になりますで29歳までですねレックさんで司法試験の旧司法試験の勉強をしてましてその年にですね旧司法試験がなくなるということでロースクールに行くお金もなかったのでそのまま行政書士の勉強に切り替えてそのまま独立したという形で全くですね実務も分からず。 営業経験もなく、まあ、フリーターから即独立という形で、えー、ここまでやってきましたでもう本当にインターネットとかもです、ね、全く使えずパソコンスキルもほぼないような状態で、えー、ゼロかなスタートだというところで、えー、まあ私が言いたいのはです、ね、やっぱり再現性の問題であの特殊なこう状況とか才能とかそういったものがなくてもです、ねえー、やることをしっかりやればしっかりと結果が出ますし、うん えー、行政士まあこの後皆さんでもそういう話しますけれども、非常に可能性のある仕事だと思ってます。で、まあ我々の業界どんな人を求めているかということで言えばですね、やっぱり。 今、非常に変革期になってきていると、まあ、AI のこともありますし、もっと手前で言えば RPA とか、ですねやっぱりそういったことは確実に僕たちの行政というののあり方を変えていっていると思います、ただ、そういった中でじゃあ仕事がなくなるのかといえばそれは違って、ですねやっぱりあり方が変わるだけなので、仕事の内容とかをしっかりと変えていければ、ですね我々が生きていく道というのは全然あると思っています、そういった意味でも、ですね前例踏襲型ではなくて、考えて行動してスピードを それらをスピードを持ってやることができれば全然これからむしろチャンスな時代じゃないかなというふうに思っています今日は一日どうぞよろしくお願いしますえ皆さんこんにちは侍行政書士法人の小島と申しますよろしくお願いいたします はい。えっ、ー、と、私の自己紹介なんですけれども、えっ、ー、と、まず、業務は入管,て入管の申請に専門特化して、えー、それしかやってないです。建設業とか相続とかはあ手をつけていないですね。で、えー、事務所としては、あ東京で、えー、4拠点、えー、新宿、池袋、渋谷、上野、 とあと名古屋と大阪は先月10月に出店しましたで、えーま、大阪、ま、新規出店の時いつもそうなんですけど、あのーま、売り上げがなかなか最初は上がらないということで、えー、10月はですね売り上げがですね、えー、60万とやばいと思いましたがあ今月 はああ百八十万上がったので、まあまあ軌道に乗ったかなっていう、いうふうに思います。大阪あのワンオペで一人事務所で今大阪は出してますね。はい。でえー、っと、えー、まあこれからですね事務所としてはああまあ入管 まあ、市場入管手続き自体は、もう外国人が増えている状況で、市場としては伸びてきているので、えー、適切なマーケティングをやっていけば、あ順調に伸びていくのかなと思います。はい、で私のですね、えーまあ、今後の展開としては、あその手続き以外に、人材、 の方も盛り上がってきているので外国人人材の紹介ビジネスだったり派遣だったりそういうところに展開していきたいなというふうに現在考えている考えているというか、まあ、着手はしているんですけれども思ってます。はい で、時間大丈夫大丈夫。<laughs> えっと、私はですね、10年前から開業してます。2009年から開業してるので、まあ丸10年ですね。丸10年。えー、最初の開業はですね、25歳から、今40歳なんですけど、25歳から、あ会社を作って、最初語学スクール。 をあの開業したんですねあの韓国語と中国語スクール日本人向けにですねでそっから4年経ってから行政書士事務所を始めたというような経緯ですねでえー、っとですね語学スクールの前は日本語の教師をやってました上海に行って日本語の教師やってました であの大学は英文化行ってました。ということで、あのなんで入管しかやらないかっていうと、まあ、基本、外国が好きということですね、うん、好きな,好きなところ、行政書士を取ったのも、行政書士になりたいということじゃなくて、ビザの手続きをやる仕事が、行政書士の免許が必要だったから取ったと。 いうあとあの、業界にどうな、はいう人材を求めて。どういう われわれの業界にどういう人が必要かというと、私が思うところでいうと、もっと盛り上がるためにはあ、ビジネスマインドを持っている人が増えたほうがよろしいのかなと思います。という、間違ってないですよね、間違ってないですね。ありがとうございます まあまたあのいろいろこの後話聞きますんでありがとうございます。じゃすみません次の先生。え皆さんこんにちは。えー、私は行政所持法人明南経営の大野と申します。ではえ座ってお話をさせていただきたいと思います。 えー、私がいる行政書士法人名南経営というのは、えーと、名古屋に事務所がありまして、えー、今、行政書士法人自体は十三名ぐらいですねでやっております。で、<laughs> 我々行政書士法人だけではなくて、グループで <laughs>。 失礼しましまたグループでやってまして、メ、えー、南コンサルティングネットワークという、事業のグループでやっているんですけれども、今、もともと税理士事務所からスタートしてまして、税理士ですとか、えー、弁護士、司法書士、社会保険労務士、われわれ行政書士ですとか、えー、たくさんの事業ですとか、コンサルタントが集まって、今、560名ぐらいで、 あのやっております。で、その中で私は行政書士法人と、えー、所属してですね行政書士の仕事をしておりますで、まあ、私自身はですねこの業界入って13年目、えー、大学卒業して新卒であの今の事務所に入っておりまして、ね、そこからもう行政書士業務をしておりますで元々資格を持ってなくて、えー、お前は行政書士 事務所に行けと言われたので行政書士の資格を取って、まあ、ここまで行政書士をしているという形ですねで私あの今日並んでる先生方と違ってあの事務所の代表でもなく創業者でもなくと。 えーまあ、行政書士としてこれから働こうと思われている方は独立するか事務所に入るかという選択肢になってくるかと思うんですけど、まあ、私自身事務所に入るということを経験して、まあ、今、社員、まあ、役員ですね行政書士法人の役員の立場になって仕事をしておりますので、まあ、その事務所に入りたい組織で働きたいという人にとっては、えー、役に立つお話ができるのかなというふうに思っております。 で行政書士法人、命南経営はです、ね、業務としては相続と建設業許可ですね、もう行政書士業務の王道だと思うんですけど、その2つやっております、で2つのチームに分かれて仕事をしておりまして、まあ、大体半々ぐらいでお考えいただければいいかなと思います、で私自身は許認可の部門を担当しておりまして、許認可のほうの責任者。 をやっておりますで、まあ、建設業許可がメインになってくるんですけどもともとあの私が事務所に入った時は母体グループの母体として税理士がまあ一番大きいので税理士事務所の下請けのようなそういう印象が強かったんですけれどもおそらく私業のグループでやられてると。 行政所持で下請けのような仕事をやるっていう立場になってしまいがちなんですが私、それが嫌で,です、ね、下請けをやるのが嫌で、えーまあ、自分の専門分野作ろうということでもともといろんな業務をこう幅広くやってたんですけど自分、建設業の好きだから建設業専門でっていうふうに言い始めて今、もうだいぶ建設業の割合が高まってきているという状態です。 で事務所の特徴なんですけど、えーまあ、グループでやっているというのは特徴だと思うんですがまー、あ、ナコンサルティングネットワークという、まあ、コンサルタントの集まりでやっているグループですので、えー、どちらかというとです、ね、手続きではなくて手続き以外の部分の業務をこう取りに行くっていうほうが、あのー、多いかなと。 まあ、高付加価値業務ですね、行政書士の行政手続きにとらわれずに、まあ、高付加価値業務をやるっていう、あとは、えー、高単価で、高難易度、えー、難易度の高い業務とかをやっているのが結構特徴かなと、まあ、例えば、えー、グループでやってますので、えー、組織再編の案件ですとか、 会社の合併分割、まあ、最近も会社分割に伴う許認可の手続きですとか合併に伴う許認可の手続き、まあ、そういったことをやってるんですけど、まあ、税理士とか司法書士行政書士が一緒になって一つのこうプロジェクトみたいな形で案件を進めていく、まあ、それがうちの事務所の特徴じゃないかなというふうに思っています。 あと、えー、行政書士業界がどんな人物を求めているかって、まああのー、もうすでに出ていると思うんですけど、やっぱり変化が、あのー、すごく求められる時代かなというふうふに思ってまして、単に行政書士業務だけだと難しい部分があると思ってまして、行政書士取ったから、行政書士業務をやるというわけではなくて、その枠にとらわれずに、まあ、いろんな視点で、えー、考えられる人、 で、えー、自分で考えて行動できる人というのが行政書士業界には求められているんじゃないかなというふうに思っております、えー、こんなもんでよろしいでしょうかはい、はい、お話いただきありがとうございます倉敷 <laughs> 先生お願いします、えー、皆さんこんにちは,は、えー、行政書士法人倉敷昭久事務所の代表行政書士をしております倉敷昭久と申しますよろしくお願いします えと私はあの、えー、と今から17年前、えー、と43歳で、えー、と鳥取県の米子市という、まあ、鳥取県というです、ね、日本で一番人がいない県で、えー、この仕事をお始めました、えー、と17年今、経ちましたけれど、お現在、全国、えー、行政処置法人として、えー、旧事務所、えー、それからあその行政処置法人のおこう活動拠点として、えー、24カ所ですね。 札幌から沖縄、宮古島までですね、カバーをしております、現在、43都道府県で同じサービスを提供しております、来年早々には47になると思います、業務やっている業務は100%相続です。 相続遺言といったようなところが我々の業務になっております行政書士法人と関連事業を合わせまして総員でおそらく130名ぐらいの体制でやっております相続ということに関して言えばおそらく行政書士の単体事務所としては日本で一番手続きをやっている書類を作っている事務所ではなかろうかなと いう,ふうに思っております我々の事務所の特徴なんですけれど我々は、修業という考え方をあまりしてなくて市業とか侍業とかいう考え方をしておりませんですので社員は行政書士とそれから補助者で構成されているんですけれど行政書士が補助者より上でということはないです。 社内でも先生という呼称は使っておりません、えーまあ、給与、さまざまな分野においても行政書士が優位ということではなくてです、ね、行政書士よりたくさん給料をもらっている補助者もいます、ですので、そのえーえー、いわゆる資業という考え方をすると、本職が偉いという考え方になりがちなんですけれど、我々はそうは思っておりません。 業態そのものをサービス業というふうに考えておりますのでこのサービス業という捉え方がおそらく特徴なんだろうなというふうに思っておりますこれから目指していくところなんですけれど今我々のグループでは100年修業の構築という志を共有してやっております この100年というのは当然、私は今60歳で100年後は当然この世にいないわけで現在の職員も全員この世にはいないと思うんですけれどその100年後というのを目指したときに今何をしなければならないかというところにこう考えをフィードバックしてですね今、自分たちがやるべきこと自分のためだけに働くのではなくて人のために働く。 社の未来のために自分がやるべきことをきちんと図って行うという、そういう志を共有しながらやっております、これまでですね、日本一の相続専門の行政書士事務所になるというふうに決めてやってきましたけれど、どうやらその姿も見えてきました。 で今後目指すところは、あ日本にとどまらず、世界に出ていきたいなというふうに思っております。もう来年にはあ早々に、えー、東南アジアの方ですけれどお、出ていく予定になっております。できればあ、アメリカへ、ニューヨークへ行きたいなというふうに思ってます。私はあのー、以前、えー、と旅行業を 旅行代理店に勤めておりまして、その旅行代理店時代には本当に世界中回りましたけれど、一番好きな街、世界で一番好きな街というのが、都市では、大都会ではニューヨークが一番好きだなと思いましたので、いつかこのニューヨークに自分のビジネスを展開したいなというふうに思っておりました。これがだいぶ現実味を帯びてきたというのが現状です。 えー、我々が求めている人,、えー、人物なんですけれど、えー、いわゆるです、ね、その勉強ができて、法律のことなら何でも分かる、そんな人ではなくてです、ね、いわゆる行政書士試験を通っている人なので、基本的には法律の知識はそれで足りるというふうに思っています。えー、求めるのははそこでででなくて、えー、営業力力ああっったたりり、えー、コミュニケーション能力であったり、えー コンサル力ですね、えー、自分が発信をして、えー、何か結果が変わるという、まあ、そういう力を持った人を求めて、えー、おります、えー、頭でっかちの人はあまりいらないと思ってるんですねで私のところ大体1年間に4回か5回ウェブで、えー、社員の募集をしてるんですけれど1回あたり大体100名ぐらいのですね えー、有資格者の応募がありますしかし、まあ、採用に至るのはほんの数名で、えー、それはなぜかというとお我々が求めるところである営業力コミュニケーション力コンサル力そういったようなところに適性を持った人が少ないからです、えー、皆さん方もですね、えー、勉強をされて、えー、行政書士試験を取るということと同時にそういった力を磨いていかれればこの行政書士業界というのは 100人応募してきても、数名しか採用がないというようなところですんで、楽勝だと思います。併せてそういったところも磨いていただけたらなというふうに思っておりまますすす以上ですありがとうございい最後に岡松さんお願いします。 はい、えー、改めまして、えー、行政所法人第一総合事務所で代表社員しております、若松直と申します、えー。よろしくお願いいたします。えー、自己紹介なんですけども、えーまあ、自己紹介、えー、私はもともと先ほど申し上げたように、あの確かく、えー、具体的に言うと司法書士の勉強をしていてですね、えー 26歳から29歳まで、えー、3年間勉強してきました。で、その間司法書士法人で、えー、勉強させていただいて、まあ、その方が今私にとっては師匠と呼んでいる方なんですが、えー、勉強させていただいて、 えー、実は29歳の時に、えー、司法書士試験のもう手応え的に受かったと思ったので持っていたライセンスである行政書士を登録し、えー、司法書士試験が終わるのが7月、えー、それで発表があるのが9月の30日だったと思いますけども、えー、それまでの間することがないなということで。 えー、行政書士登録をして事務所をスタートしたというのが、えー、一番最初の行政書士事務所をスタートするきっかけですで司法書士、えー、試験がダメだと分かった時にですね、えー、やめようかなというふうにも思いました、えー、9月29歳の9月30日ですねやめようと思ったんですけども、えー、師匠の勧めもあって、えー、もう資格は関係ないからやっちゃいなっていう話で えー、今日までなんとか至っておりますというのが今の私の現状でございます、えー、事務所はですねあの行政処置法人第一総合事務所は、えー、業務特化型で業務をしております、えー、具体的に申し上げますと国際業務に、えー、専門特化して、えー、業務をやっておりますで えーまあ、一番わかりやすいところでいうと入管のビザ申請だったりその国籍関係の手続き、えー、もっと言うと障害戸籍の手続きなど、えー、少し込み入った難しい案件などもお引き受けしているのが、えー、事務所の特徴かなというふうに思います。 あとお客さんなんですけども、えー、どういう層のお客さんをご対応させていただいているかというと、まあ、B2C でいけばです、ねまあ、普通の一般の方が国際結婚したいんですとか、えー、国籍を変えたいんですとか、えー、そういうようなご相談ご依頼というのをお受けしている事務所です。 でえー、ここ数年、ですね B2B 案件に、えー、かなり力を入れておりまして、えー、一つは、えー、教育機関、えー、行政書士一行政書士法人がですね、えー、まあ、 結構、マンモス大学ですけども顧問、えー、に就かせていただいたりとか、えー、専門学校さんの留学生数千名いますとかっていうところのお手伝いを、えー、一点に引き受けたりっていうのは今まで私が知るところはなかったんですけども、えー、当社はそういうところにも、えー、チャレンジをしていっております。 でえー、今年の春に、えー、入管法の改正がございましたけども、えー、これから外国人労働者もどんどん増えてくるという中において、えー、今、えー、ホテル業界に、えー、特に力を入れて業務を行っております具体的にどういうことかと申し上げますとその外国人を受け入れる体制構築、えー、行政書士というぐらいなので書士業ですので書類を作るというところを がががメインに考えられがちなんですが外国人を受け入れる体制を作っていったりそういうスキームを我々が作るお手伝いをさせていただいているというのが大きな特徴かなというふうに思いますであの入管業務をお調べいただきますとフロー型の業務なんです要は1件申請していくらですという報酬形態なんですけども私が今描いている えー、成功モデルというのはもう、えー、ストック型、えーまあ、いわゆる顧問であったり、えーまあ、顧問の中に申請費用を、えー、もうインクルードしているような状態での顧問契約というのも、えー、考えていって進めていっているような状況でございます、えー、そこらへんが大きな特徴かなというふうに思います。で えー、私どもの、えー、そういう B2C、B2B の、えー、業務が結構明確に分かれている中で求めているところなんですけども、えー、入管法の、えー、学習というのは非常に奥が深いです、あのなかなか終わりがないですねで、えー、これだけ変化の多い時代にあって、えー、また法改正も、えー、多々あります。でこのの春成立した特定技能なんていううはもう いいろんなな条文を引っ張り出してこないと関係法令51本あるって言われてますんで、えー、その51本を網羅していくぐらいの、まあえー、根気というか、まあ、自覚能力っていうのはどうしても求められるのかなというのが、えー、国際業務の中での、えー、特徴かなというふうに思いますで私個人的にはやっぱりインプットあってのアウトプットというふうに思いますんで、えー、そのインプット 大変です正直いいとこだけではないですけどもやっぱりアウトプットした時に、えー、非常に価値のあるものになります、えーまあ、少し余談にはなりますけども本当に大手の企業さん、えー、上場企業さんであったとしても人事の方であったとしても外国人雇用に関して言うとまだまだ素人です、えー、我々行政書士の活躍できるフィールドっていうのは非常に広いと思ってますあの まあ当然、周囲義務があるのでお伝えすることはできないですけども皆さんが確実に知っているような大企業であったとしても外国人雇用については本当に素人ですな何にもできていないと言っても過言ではないですそこを我々行政書士の知識経験を持ってです、ね、形作っていくそのためにはやっぱりインプット能力インプットする力というのはどうしても求められますのでそのような えー、目標を持ってですね、インプットできるような方っていうのをあの当社ではあの求めているところでございます。えー、まああの私からは以上です。はい。ありがとうございます。以上でえっと先生方の自己紹介になります。えっと皆様先生方がどういった業務されてるか大体はわかりましたでしょうか。何か例えば今質問事項があればえっと。 答えすることできるんですけれども、何か質問ある方っていらっしゃいますでしょうか。大丈夫ですかね。まあこれが終わった後に、えっと先生方少しの時間であればいますので、えっとまた何か、えっと各個別で質問があれば聞いていただければと思います。えー、では次えメインイベントですね。えー、先生方の手元にえっと丸バツのえっと札があります。 でえっと、私から、えっと、突っ込んだ内容の質問をさせていただきますので、えっと、それにも素直に丸伐で答えていただければと思いますでなかなか、えっと、こんな先生方に聞くことがないので私も、えっと、結構突っ込んでいこうかなと思いますのでどうぞよろしくお願いしますでは、えっと、まず一つ目の質問ですけれども、えー、行政書士業界は、まあ、さっきちょっと話にもあったんですけど、えっと、し経経験験が未経験であっても 活躍することができる。えっと、丸かばつか、お願いします。せーの。全員丸ですかね。あ、じゃ、具体的な理由をちょっとお伺いしたいので。えー、森本先生、はい、お願いできますでしょうか。えっと。 まあ、どんな人でも活躍できるっていうのは、多分その行政書士に限らずですね、えー、皆さん可能性は絶対持ってるはずだということから、ちょっと丸にさせていただきました。ただまあ、その活躍するための条件っていうのはあるのかなというふうに思っていて、えー、本当にどうなりたいかっていう自分の将来ですよね、その夢、自分で持ててるかどうかが、やっぱ実は一番大事なんじゃないかなというふうに思います。それさえあればですね、どこの業界に行ってって逆に言ったら活躍できるんじゃないかなと。その中で行政書士がいいなと思うのはですね、えー、すぐに社長になるってことですね。 すすぐに社長ですねもう開業したときから社長です、だからこ,れこれがやっぱ一番魅力じゃないかなという,ふうに思うんですね、やっぱ自分自身が幸せになる、まあ、条件もいろいろあると思うんですけれども、やっぱ社長っていうのが一番人を幸せにできる可能性のある、まあ、職種だと思うんですねで、行政書士っていうのは勉強して合格すればです、ね、いつでも自分の心次第で社長になれるっていうのが一番大きいかなというふうに思います、元でもかからないですしね、最初は、一番いいんじゃないかなというふうに思いまして、丸にさせていただきました。はい以上です 森本先生は社長になってよかったなと思うことでありますか。えっとですね、まああのちょっと皆さんで創業者じゃないのでちょっと違う部分はあるんですけれども、そうですね、私やっぱ一番そのまあメンバーですよね、メンバーがその例えばまあ数字をこう追い求めていてですね、なかなかこいつええ人間なのに達成できひんっていうことでやっぱりたくさんあるんですね実際は。でもその人間がこれ100.1%でもですね、達成したときのナンバやっぱ泣いちゃいますねそれは。 すごくやっぱ嬉しいですねこれはやっぱ社長の本当の幸せ感じゃないかなというふうに思うんですだそういったことをまあ日々やっていく中で感じれるのがまあ社長であり行政調子の本当にまあ嬉しいところじゃないかなというふうに思ってます、はい、ありがとうございますあの伝え忘れたんですけど先生方も先生が話した後に何か質問あれば挙手で聞いていただければと思いますのでお願いしますじゃあ倉敷先生、えっと、未経験であっても活躍できるっていうことだったんですけど 具体的にお話をお伺いできればなと思います、はいえっ、ー、と、おそらくあのどんな仕事でも、えー、初めてつく仕事は未経験で始まると思います。えっ、ー、と、行政書士だから、あるいはし、えー、修行だから特別っていうことはないと思いますんで、す、え、べ、ー、てもうゼロから始まりますんで、えー、できないはずはないと思います。まあ、現に私自身が えと17年前に、えー、独立というか、まあえー、と開業したときに誰にも何も教えてもらってませんけれどあの少しずつ自分で仕事をしながら覚えていったんですね誰かに教えてもらうよりも自分でやっていくことの方がはるかに身につくと思いますんで、えー、そので、えー、仕事の能力というよりは仕事を取ってくるそちらの営業力の方が重要なんだなというふうふに思います。 そして仕事さえあれば、そこで自分で経験できますんで、経験しながら力をつけていくっていう、まあ、ごく当たり前のことだと思います、えー、誰でも経験なくてもですね、この仕事はできます。ありがとううございいいますすす大野先生意見をお伺いしたいんですか、えー、そうでそねし 未経験であっても活躍することができる、まあ、私もそのとおりだなと思うんですけど、まあ、私はその未経験というか大学卒業してそのまま入ってますので、まあ、当然未経験の状態で入ったんですけれど、まあ、私、皆さんと違ってその創業しているわけではないのであの先輩に教えてもらいながらっていう形で仕事を覚えられたと。 いう形でやってるんですけれど、まあ、それが、えーまあ、私にとってはまあ良かったかなと思ってまして、えー、組織で働くことの良さはそこにあるんじゃないかなと、まあ、身近にあの行政書士の先輩あの行政書士業務を知ってる先輩がいてそこで学びながら、えー、経験を積めたというところは非常に良かったかなと。なので、まあ、独立してもあの先ほど えー、営業力があれば仕事を取って自分で、えー、覚えることができるっていう形もできますし、事業事務所にです、ね、入っていただいて、まあ、教えてもらいながら覚えるっていうこともできると思いますし、まあ、未経験であっても、まあ、いずれかの方法で、えーまあ、仕事をすることができると思いますので、えー、私は全くそうが気に,や気にならない部分かなというふうに思っていますす以上ですありがとうございます。 ちょっと大野先生にお伺いしたんですけども、はい、その先輩から学ぶというのは、はいえっと、背中を見て学ぶのか、それとも何かこう具体的に聞いたりして学ぶのかってありますか、そう、えー、っとですね、背中を見て学ぶっていうのは、あんまりあの私の場合、なくてですね、結構、先輩があの優しくあの、1から10まで全部教えてくれたっていう、まあ、そういう恵まれた環境で育ってますので。<laughs> あのー、あんまり背中を見て育ってないっていうそれって会社として何かそういう研修みたいな、OJ でいや、たまたま先輩が優しかったんでしょうね、<laughs> <laughs> 背中を見て育てよっていうタイプの人もいますし、<ー>それはもう本当に出会いじゃないかなというふうに思ってるんですけどあ、まあ、先輩が優しいのと、大野先生が結構好かれやすいすあそうだったかもしれないですね。<laughs> <laughs> 分かりましたありがとうございます、先生方からも何かあれば、挙手で聞いていただければと思いますのであ、お願いします先生にお伺いしたいんですけれどの営業がまあ大事というお話だったんですけど、先生は前職でその営業力をなんか意識して鍛えられたとか、そういったことがあったんですか えと意識しては鍛えてはないですね、ただあの、えー、旅行業でしたので、そのまあ、例えばどアメリカへ行きたいというような方がいたときに、そのアメリカへの旅行を、これまでと違ったものにどういうふうに作り上げていくのかというところをあの、そこは頑張りました。 でそれをアピールすることも頑張りました、えー、そういういアピールする力じゃないでしょうかね自分の発信力というか、えー、営業というと何て言うんですかねその欲しくもないものを買わせるみたいな。 イメージがあると思うんですけれどまあそもそもそうではなくて、えー、ニードがあるところに対してそのニードを満たすようなあ商品を提供できてなおかつそのプレゼン力があればあいいんじゃないかなというふうに思ってますあの営業力まあプレゼン力だと思いますありがとうございますじゃあ二つ目の質問に行きます ちょっと一つ目の質問と少し似ておりますが、えっと、行政書士という職業は、えー、男女問わず活躍することができるこれは男女問わず誰でも活躍することができるという意味ですでは、えっと、先生方「えー、丸か「×」かどうぞお願いします、はい、丸あ <laughs> 若松先生だけ×ですか× <laughs> バツですか わかりました、えっと、じゃあまずただ一人、×の、えー、<laughs> 若先生お願いしま,すまあそうなりますよね、<laughs> あのえー、男性じゃないとだめ、女性じゃないとだめとかあの、日本人じゃないとだめとかそんな、まさかそんなことを思ってるわけではなくてあの、さっきのお話とつながるんですけど、まあ、いわゆるだ男女、年齢問わず活躍することができる。うんまあ 丸かな <laughs>、あのー、丸かもわかんないですね、あのー、た,ただ、いや,やっぱり、あのー、自学ですね、さっきもお伝えした通りなんですけども、あのー、すみません、時間いただきまして <laughs>、えええ、自学というのは、えっと、具体的に何時間とか,なんかそう、そういうのってあるんですか いや、あのー、私が思うその国際業務で、えーまあ、一人前になるってどれぐらい時間かかりますかって聞かれることあるんですけどあの想定勤務時間も合わせて1万時間って想定してるんですで、まあ、年例えば2000時間働いたとして、えー、3年で6000時間あとの4000時間っていうのはもうご自身で。 えー、埋めるる時間になるのでた例えば自学を一切しなかったら5年かかるでしょうという、えー、ような考えを持っておりますで私がちょっと論点ずれますけどあの、はい、私が修業事務所に入った時っていうのは、まあえー、例えばその先輩にですね いろいろ教えてもらったりっていうのが割と自由にできる環境でしたね、終わるの遅かったですけど、11時ぐらいまでやってましたけど、余白の時間っていうのを設けることができた時代だったなっていうふうに思います。 えー、その分厳しさもあったんですけども学びもたくさんさせていただいたって感じててですねただ今うちの事務所もそうですけどもまあ、えー、就業時間があって残業は何時まででも切りますという形で切ってますからなかなか余白の時間を設けられていないというところに、えー いうのもう、えー、少し感じてますけども、えーまあ、ただ、そういう時代なので、えー、もうご自身で、えー、森本先生もさっきおっしゃっていただいてましたけども、まあ、夢を持ってですね、えー、こう学びにつなげていただくというところはあのどうしても必要かなと、えー、それができればあの男女性別は問わないのかなあの性別、年齢は問わないのかなというふうに思います、はいすいままますすはせんお時間いただきし <laughs> ありがとうございます。<laughs> 石先生どううでしょうかそうですね、まあ、活躍っていう点でいうと、確実にまあ男性、女性かかわらずあの活躍はできると思います、でまあ、うちの事務所は7割女性なんですね、でまあ、これ、たまたまあの面談の結果ではあるんですけれども、ただ、難しいとすれば、 あの今、1万時間ってあって、これも僕も本当にその1万時間っていうのはすごく大事にして、できるだけその1万時間っていうのを短い時間で成し遂げるっていうところは、まあ、専門家に早くなるって,っていうのは非常に重視はしてますけれども、ただ、これが可能かどうかっていうのは、その人の状況によると思うんですよね。 あ手がかかるとかですね、えー、そういったことは当然あるわけで、えーまあ、そういう中で、まあ、本当にもう人生のすべてを仕事に捧げられるっていう点であれば、まあ、比較的そういう点では男性のほうがやりやすい部分はあるとは思います。 でそうですね、ただあの、目的地をどこに持っていくかというのとかベンチマークをどう置くかというのは本当に人それぞれ自由だと思っていて、まあ、ここにいらっしゃる先生方もそうですけど業務も違えば営業方法も違うという中でやっぱり大事なのは僕はこれからの皆さんはベンチマークをどこに置くかだと思うんですねどういう事務所にしていきたいかとかどの辺の数字を目標にしていくとか、まあ、自分1人で食べていくとか。 あもしくは夫婦共働きで世帯所得でこれぐらいあればいいのかとかそれとか、まあ、ここにあし先生みたいに組織化して大きくしていくのかで当然やることって変わってきますので、えー、僕は組織化が正しいとも個人が正しいと思わなくて本当にそれは。 選べるととということだと思ってますので、えー、皆さんがどうなりたいかっていうのをですねぜひいろんな本とかまあブログとかもそういうのも含めて、えー、皆さん発信されてる方も多いですし、まあ、事務所見学等々もやられてるところもあると思いますので、えー、そういったところを見ていただいて自分が近いような先生方の真似をするっていうのが 非常に重要だと思います、まあ、そういった点だと、今日はたまたまの女性の先生、前には座っていないですけれども、えー、女性の先生でも法人の代表をやられている方もいらっしゃいますし、えーまあ、数人単位ですけど、まあ、利益率の非常に高いビジネスモデルを構築されている方もいます、ですので、まあ、繰り返しになりますけれども、成功モデルというのは一つではないということで、えー、皆さんがどうなりたいかというところに近い方の真似をしていただくというのがいいのかなというふうに思ってます。 ありがとうございます。確かに活躍の形はもう人それぞれですね。すねはい、わ、はい、かりました。ありがとうございます。小島先生はどうでしょうか。はい、あの、男女問わず活躍することができるという質問ですよね。はいはいはい えっと、うちで言うと男女問わず、う,だうちの事務所だ男の方が多いんですけど、まあ、女性3、4人いますし、なので、あと外国人もうちの事務所、中国人4名と、あと韓国人1人ですかね、いるので、えーまあ、国籍問わずう、うちの事務所においては活躍しているのかなと思います。で、 もう活躍できるのかっていう、この,なんかそのすげえシンプル化した質問, <laughs> 質問に対してイエスとかっていうとなんかあのなんかキラキラしちゃってふーんってなっちゃうんだけど <laughs> <laughs> いやうん活躍はできますけどやっぱそのまたなんか話同じになるけど努力が必要ですよねっていうのはあって。 あのー、で努力するためには、そこの、うん、業務に対する、その仕事に対するパッションがないとだめだよねっていうところでそのパ、パッションはガソリンなので、ガソリンを入るところの業務選びっていうのはすごく重要だなと思います。だから業そのパッションののああるるところでかつ需要のある 分野を選択すすれば活躍できると思いますそこがずれてると活躍はできないのかなと思いますありがとうございます、はい、えっとまあ第一私が所属してる第一総合事務所もあの、まあ、多分女性の方が多いですね圧倒的に女性の方が多いですね割合的にはしかも、えっと、中国人スタッフもいますしベトナム人スタッフもいますで、えー、まあその、うん、男女国籍問わず本当になんか強い えー、心を持った人が活躍できるのかなと私も個人的には思いますのであのお話いいただきありがとうございますじゃあ3つ目の質問をしていきます、えー、これもちょっと似たような話なんですけど行政書士資料のみで、えっと、食べていくことができるこれって、えっとまあ、ネットとかで調べますと結構行政書士の年収ってこれぐらいとかこれ、えっとまあ、何千万以上の年収の人は何パーセントみたいないろんな情報があると思うんですけど えー、まあ、この、えっと、トップランナーの方々に、えー、ぐまあ、実際はどうなんだということを聞きたいので。えっと、行政書士資料のみで、えー、まあ、家族4人とかで、食べていくことができる。と思う方は、えー、あ、今から丸、丸ルバツでお答えいただければと思います。どうぞ、お願いします。あ、丸。あ、全員丸ですかね。えっと、じゃあ、森本先生。はい。<laughs> はいえっと、うちの会社の場合、ですねあのパートさんが、まあ、300名のうち、パートさんが180名ぐらいいてくれてる形なんです、主婦の方々ですね、でえっとまあ、主婦じゃ主婦の方の幸せ感と、ですね正社員の方の幸せ感と、私の幸せ感って、果たして一緒なのかっていうところが、まあ、一番大事なところじゃないかなと思うんです、さっきの活躍も一緒じゃないかなと。 私はこうなりたいというレベル感が人それぞれやっぱバラバラなのが現実ですね、おそらくそれ,をそれを実現させてあげるかどうかっていうところが一番大事になってくるんじゃないかなとその、まあ、この食べていけるかどうかっていうのを、ね、俺は1000万もらいたいんやっていう人もいればです、ね、500万もらえれば嬉しいんだという人もいるわけですね、実際には。 だから活躍もそうだし、えっと、食べていけるかどうかもですね本人にそれを認識させてあげることが一番実は大事でもっと言えば自分自身がどうなったらいいのかということを認識することが一番大事なんじゃないかなと思うんですねそうするともう絶対食べていけると思いますねだからこれも人バラバラですね例えば僕がも,もっともっとって思っていればまだまだ今だは全く。 その満足していなかったら、男女4人、この,のもまだまだもう食べていかれへんわと思うかもしれないし、人それぞれになってくるので、まあ、そこの設定をしてあげたら、その人たちは本当にみんな満足になっていくんじゃないかなというふうに考えています。はいいでですありがとうございます大野先生お願きし,しょうか、はい えっと私はですね、まあ、グループ、先ほどもお話しさせていただきましたけど、グループで仕事をしてまして、でグループでやってる、えー、デメリットの部分として、行政書士業以外のことができないっていうところがあるんですね、行政書士業以外のことでちょっと稼ぎたいなと思ったとしても、それ、他の グループ会社がやってるとか、まあ、そういったことがよくあるので、えー、行政書士専業で食っていかないといけないという状況に置かれてまして、まあ、うちはもう本当行政書士法人はもう行政書士業単体で売り上げを立てているという状態なんですけれど、まあ、その中で、まあえー、私自身、まあ、ここにいらっしゃる先生方とは桁が多分1つ2つ違うかもしれないんですが私自身あの家族 <笑><笑>もらってないほどですね、<laughs> あの4人家族であの食っていけてますので、あの問題なく、専業でやって、えー、食べていけるんじゃないかなと、あの雇われの身でもそういう形で、えー、できますので、独立して成功すれば、もっともっとあのいけると思いますし、あのそんなに。 えー、行政書士は食っていけないとか言われてますけど、そんなに気にするほどではないのかなというふうに私は思ってます。わかす以上です。先生はえっと独立したいなとか思ったことないんですか。いや常日頃考えてますね。独、うん、<ク>考えてるんですか。独立<ク>、ね。やばいです、ね。<laughs> <laughs> ちょっとカットしていただきたいです。<laughs> <laughs> そうですね独立は、まあ、一応考えてはいますけど、まあ、それはそれであの今の事務所にいて経験できること、えー、独立した時のメリットっていうなんかいろいろこう常に考えてはいるんですけどだからそれが。 事務所に対して自分の強みみたいなところはありますよね。僕はいつでもやめれるぞみたいな。<laughs> <laughs> それぐらいの気持ちで仕事をしてた方が。いいんじゃないかなっていう。わ <laughs> 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 かりました。ありがとうございます。倉敷先生どうでしょうか。ええと、この質問を考えた方はどなたですか。ちょっと言葉は悪いですけど、な、はい、めてんのか。<laughs> もしこれがです、ね、あの食っていけないんだったらそもそも行政書士は職業として認められないっていうことなんであのちゃんと行政書士は職業として、えー、認められてますんで食べていけないはずがありませんで、えーまあ、ただ誰でもっていうと何もしなくても食べていけるかっていうと全くそんなことはなくて、えー、資格を取って看板を上げればあご飯食べれるのかっていうと全くそんなことはありません、えー、正しい方向に向かって正しい努力さえすれば あの必ずう食べていけます。ありがとうございます。と皆様って服えっと従業員の福利構成って気にされてますでしょうか。とそれも丸バツでお答えいただければと思うんですけど。全員丸ですかね。あ、<laughs> ありがとうございます。さすがなかなかちょっとバツがしづらい質問なんですけど。小島先生とかは特徴とかありますか。何か。 こういうことを意識して福利厚生やってますとか。福利厚生ですか。はい。福利厚生はですね、えー、っとまずちょっと外国人の社員がいるので、えー、まあ帰省したいと年一回はきあの本国に帰りたいというニーズがあるんで、えー、まあ二週間から三週間ぐらい休んでいいよという長期休暇はあのあります。でそうすると外国人だけ。 だと日本人社員と差別になっちゃうんで結局、日本人も、ね、23週間休む人もいるという感じですね休んで大体ヨーロッパ行ったりとかあ旅行してるという長期休暇とあとは福利厚生的にはです、ねえー、車用車車用車があってそれをあの勝手に乗っていいよと。 いう,ふうにしてますで車用車をですね結構な高級車にして <laughs> マセラティをですね、あのー、池袋の駅前に <laughs> 止めておりましてですね <laughs> 赤いシートで <laughs> あの白い車なんですけど、えー、それをお、まあ、鍵は事務所に置いとくっていう感じでやってます。 であとは、ですね、えー、福利厚生かどうか分からないですけど、えー、と自分であの私がですね、ちょっと同業者向けにですね、えー、入管の業務を学ぶために講座のシリーズやってたり、経営学ぶための講座のシリーズをやってるんですけども、おそちらに、えーまあ、無料で。 まあもう従業員になって当たり前なんですけど、参加していいよっていうような形を取って学ぶ機会というのも与えているというような形ですかね。はい。わかりました。ありがとうございます。若松様に変わりますでしょうか。えー、福利厚生ですよね。あ、そうです。まあそれに、えっと、派生する話でもいいです。うん、まああの。 1一つは、えー、さっき小島先生がおっしゃられた通り、あり、うちも中国の職員、ベトナム職員がいてますんで、規、え、制、ー、っていうのはやっぱり気にはします、えー、ですので、まあ、イメージ、事務所カレンダーでは、えー、9連休を年3回取れるような、えー、イメージを持って、えー、事務所カレンダーは作るようにしてます。 であとは、ですね、あのー、社内勉強会というのをさっきから自学自学というふうに申し上げてますので何もこちらから、えー、提供しないわけにもいかずです、ね、社内勉強会というのを、えー、させていただいてます、具体的にはどういうことかというと、えー、入管業務を行う中で、あのー、周辺知識、えー、例えば税務のことだってそう、えー、社会保険のことだってそう。 当期、えー、の知識だって全く分からなかったらあの、えー、資格が欲しいとかそんな話じゃなくて、えー、知識としてやっぱりいるわけですよね、えー、そういうのを、えー、インプットするために、えー、社内勉強会として、えー、外部から講師を招いて、えー、月1回毎週毎週じゃないな毎月月末の土曜日1回という形で えー、社内の勉強会をするようにしていますであとはあのその際にですねあの社内で実務的な疑問とか、えー、そういう質問について、えー、業務部全体で共有し合って答えられるようにするであるとか、えー、問題点があったら、えー、その場で。 共有してですね、まあ、一人で抱え込まないような体制づくりというのも、まあ、一つ福利厚生に数えられるかなというふうに思います。えー、まあ、そんなところですかね。はい。わかりました。ありがとうございます。岡先生方、大丈夫ですかね。何か、これ言いたいとかっていうのはないですか。ですかね。わかりました。じゃ、あ次、えっと、ちょっと実務的な、えっと、お話に入りたいと思います。 私自身も結構興味ある質問なんですけど先生方が行政書士業界に入って夜眠れないぐらい緊張した出来事やエピソードがあるかどうかこれはまあ仕事関係の話でそのエピソードも踏まえてお答えいただければと思うんですけれどもまずは丸ツでお答えいただければと思いますどうぞお願いします 森本先生だけ罰あなるほどでしたらまず「丸とお答えいただきました、えっと、倉敷先生からどういうエピソードかお話しいただければと思いますそうもにえっと開業当初だったんですけれど、まあ、開業当初から相続専門にはうたっていましたけれど時々あの離婚 関連のです、ねまあ、離婚協議書の作成というような仕事も時々やっておりまして、えっと、その相談者の方からです、ねえー、夜中に連絡が入りましてその離婚協議中のご主人さんがああの今から死にますという遺書を残して消えたというところで一緒に探してほしいと言われまして、えー、多分ん11時過ぎてたと思うんですけど、えー、出かけまして。 えー、おそらくこの山だろうという、まあ、田舎なのでどうも山に入ったということで,です、ね、その山を、えーとまあ、仲間3人と探したんですけれど結局、見つからなくて、えーまあ、警察に届け出を出して、えー朝,あ朝,ですね、朝帰ってから警察に届け出,出して、えー、帰って通常業務に戻って、えー、その夜次の夜です、ねえー、寝ようと思ったんですけれども気になって寝れなかったと。 でえー、結果的にはです、ね、翌日、家に帰ったらちゃんとご主人さん家にいたという <laughs> <laughs> そんなオチがありました一晩中探されたんですかえっと11時ぐらいで電話がって12時ぐらいから多分4時ぐらいまでですねさすがに山怖くなって帰りました <laughs> ありがとうございます <laughs> 石毛先生ありますでしょうか そうですね、まあ、あるはあってです、ね、ただ、こう失敗みたいなやつってすぐ忘れちゃうんで、たぶんたくさんあるんですけど、<laughs> <laughs> あの最近あったやつだと、こう夜中に寝ててです、ねこう、気になって、あの案件どうなってたっけなと思ってる、進捗どうしてたっけなと思ってです、ねえー、どうしても気になって起きて、えー、でパソコンの中を探すんですねで、探してみて、でも出てこないんですね、その案件が。 どこだっけなと思っていろいろ探すんですけど結局出てこなくてでどういうことかというとあの夢の中で受任をしてで夢の中で多分トラブルになってでそれにねうなされて起きるっていうことだったんですで大体年に1回2回こういうことがあってでやっぱりこう常に気持ち的に多分追われてるんだと思うんですねその仕事にで、えー、僕朝は大体毎日5時ぐらいに起きるんですけどたいこう。 日をまたいで飲んじゃっていても毎日大体あの目覚まし時計をかけずにですね5時に目が覚めるんですねどこに行っても旅行先に行っても必ず5時ぐらいに目が覚めるんです <laughs> あの、まあ、おじいちゃんみたいな感じなんですけど <laughs> あのまあどういうことかというと、まあ、本当とにそ仕事メインで生きてるっていうのもありますけどやっぱりなんでしょうねずっと頭の中から仕事っていうものは消えることがないんですよ でまあ、それはいい悪いは別として僕はそういう生き方を望んで好き、えー、で仕事をやらせてもらっているので、まあ、あの常日頃、24時間仕事のことばかり考えてますしうちの社員はどういうふうにしていきたいなとかこうみんなでこういう会社にしたいなとかそういったことばかり考えていると夢の中でも充実しちゃうんだなっていうような、まあしうん、そういとうとがありまるほどございますでは、えっと、大野先生、ありますでしょうか。 <お>はい、えー、眠,眠れなくなった、えー、と結果的に寝ち,ゃった寝ちゃったんですけど結構有名、それミスなんですよ自分のミスで、えー、結構有名なハウスメーカーさん名古屋にある会社さんなんですけど、えー、リフォーム専門の子会社を作るとで、まあ、建設業許可を取ってほしいって言われてもう本当に1年前ぐらい設立の1年前ぐらいから相談に来てて。 建設業許可に関してであの私がアドバイスしてたんですけど設立の日になってそろそろあの準備をするかと思って準備をしてたら要件満たしてないことに気が付きましてあの新聞とかにも設立しますみたいなのが出ちゃってるのにその日にあこれ許可取れんわっていうふうになってあ,のあれは本当に自分の中で最大の失敗だったんですけど。 それは眠れなくなりそうな気がしましたね <laughs> <laughs> 結果寝たんですけど結果寝,寝たんですよで次の日に説明しに行って、あのー、すっごい怒られましたね本当に役員に囲まれて、あのー、経験したことないですけど会社の役員さんの前で一人で行ったんですけど一人で行ってすっごい怒られるっていう、まあ、結果あのー、欲してる許可は全部取れなかったんですけど頑張って 一応全国の事務所回ったりして資料を集めて半分ぐらい取れたんですよそしたらあの結構褒めていただいて、うん、気分よく眠れたっていう話ですありがとうございます <laughs> 若松さん何かありますでしょうかいやあのー、これ逆に富田さんに聞きたかったんですけど <laughs> 入社してから眠れない夜はあったんですか えっと、昨日ですかね <laughs> <laughs> この司会をやることですかね、眠れない夜があったかどうか、あのー、比較的というか、近頃は横になれば、1分以内には寝てるんじゃないかなっていう感じなので、あんまりないのかなと思いますけど、やっぱり何かを。 考えたり企画をしてたり、えー、成果が未確定とか自信がないことがあれば少し眠りは浅いのかなと思いますただま,まあ具体的に眠れなかったことですねあの結構ちゃんと寝れてるかもわからないですねさっ丸上げてましたバツなやつだったんですねわかりました小島先生何かありますか眠れないこと 眠れないことは今は眠れてるんですけどあの、まあ、過去あったこととしては、えー、まずは実務的、二つあって一つ実務的もう開業間近の頃っていうのはその業務の経験だったり知識が断片的で、えー、いわゆる失敗をするわけですね、失敗をして入管業務だと、まあ、そのまま不許可になって日本に入れないという状況になるんで。 まあそこの,その人の、まあ、日本における人生をかかってるとその人の全体の人生ではないけどっていうところで、えーまあ、自分の技量不足がプレッシャーになったでそれが結果が伴わないまあ本当に1年目ですけどそれがあまあ 眠れないときはあったかなというのとあとはあビジネスを大きくしようと思ったときにビジネスを大きくしようと思ったときていうのは金がかかるんですね、拡大には金がかかるんでそこで、えー、資金が結構ちょ、会社の金が目減りするもう個人事業のときなんで。 まあ、自分の個人の構図と一緒なんですけど目減、まあ、りして、えー、拡大すると異様に自分が思うより想定より早く減っていくんであ、まあ、20万ぐらいですかね20万ぐらいに減ったときにおいちょすっげえアウェーと思ったときがありましたかね、えー、それいつ頃ですかいつ頃かな2000 2013年ぐらいですかね、多分そうなんです、ね、はいわかりました、ありがとうございます、はい、森本先生は、本当にないですか、ね、<laughs> <laughs> えっと、さっき若松さんもおっしゃられてたんですけど、私も寝れるだけの話なんです、本当にもう寝れちゃうので、そのただ、ま、大きな出来事はもう本当にもうたくさんありました、私、実はもう処分も受けてましてですね。 行政処置の処分も受けてます、実際には、まあ、そういう出来事があってもです、ねまあね、寝れるというかですね、まあ、自分のまあ本当にまあ強みかなといううに思うんですけども悩ま…まあ、あんまり悩まないですね、そういうことで、まあ、あの悩んでも何も始まらないので、まあ、次からどうしようかなということを考えるだけであとあの、まあ、自分の趣味じゃないんですけど僕、バーに行くのがすごい好きで夜中夜ですね結構、そこで消化して毎日帰ってますだ毎日バーに行ってる感じですね、最後1人でですね。 あのまあ、一番大きな出来事は僕が処分を受けたことなんですけどうちの社員さんが、えー、法律違反を犯しましてですね、まあ、僕の知らないところでやっちゃったとで、まあ、その事実を知ってすぐに、えー、自分からですね、えー、兵庫県の行政書士会の会長のところに行って、えー、罪を認め、えー、兵庫県知事のところに行って罪を認めですね先にそういう動きを取りましたでその取った後、まあ大変は大変ですも,ものすごい大変でしたですけどもでもまあ悩むことじゃなくてですねやってしまったものは仕方がないので それに対して、まあ、どういうふうにやっていくのかという、あとまあ何を軸にですね、まあ、嘘つかへんということだけを軸に行きました。もう絶対嘘つかへんと。もうそれだけで、まあ、いろんな対応したことによって、まあ、悩むというよりは、まあ、次どうしていったらいいのかって考えるだけなので、まあ、寝れないということは今までやっぱりないですね。 本当にあの、まあ、寝れてしまうっていう方が、まあ、若松さんと一緒ですね、多分ね、もう寝れてしまうということが正しいのかなというふうに思います。はい、出来事はたくさんあります、本当にもう、もう、めちゃくちゃあります、本当に。もうそれをも、かたれって言われたら、もう、それだけで、だいぶ時間取れます。<laughs> <laughs> それぐらい、いろんなことはやってます、本当に。はい、以上です。ありがとうございます。じゃあ、えっと、もう一つ、えっと、質問なんですけど、行政書士業界に入って。えー、これ、ちょっと、書いていいですかね、ね質問、えっと。むちゃくちゃ、もう、本当に。 興奮するぐらい嬉しい出来事あった逆にこれも夜眠れないぐらいの嬉しい出来事があった充実した時があった丸かばつかでお願いしますれ寝れないっていうのは入るない寝れないは入らないです <laughs>、はい、どうぞお願いします 河野先生と倉敷先生はバッツですか。あじゃ、先に、あの、丸野先生から、えっと、お話をお伺いしたいです。えー、まずは。じゃ、若松さんからお願いします。めちゃくちゃ嬉しい。ことあった。それはどういうエピソードですか、ね。うん、まあ、あの。とても嬉しいことですね。はい、んそれ。ええ、とても嬉しいことは。やっぱり、こう、自分が。 としているところが形になっていくっていうところを経験した時にはやっぱり嬉しいですよね。で自分が、えー、まさにそうなんですけど今回も、えー、レックさんの協力であったり、えー、ここにお集まりに先生方の協力をいただきながらまた皆さんにお忙しい中ご参加いただきながら、えー、こういう形になっていくっていうのがあのものすごく。 嬉しいことだなというふうに私はそこにやっぱりやりがいを感じているかなというところです。い以上です。周氏と合ってますか。大丈夫ですか。大丈夫です。はい。ありがとうございます。森本先生お願いできますか。はい。えっと私はですね最近でいくとですね涙したのは2年前約2年ぐらい前なんですけどすえっとうちの会社でまあプロパーの方でずっと長く勤められた方がまあ6人ぐらい まあ計画的にですねえまあ計画的に6人ぐらいで辞めていってうちのお客様をまあ持っていったっていうまあ出来事があったんですけどもまあそれはそれでもしゃあないなと我々の私のまあ魅力不足ということですこの仕方がないんですけどまあその時に残ったあ若手のコーラがですねまあとにかく踏ん張ってくれたと。 まあいうののはものすごく嬉しくて、うちは社員総会を毎年1月にするんですが、その時にえ代表特別賞というのをまあ常にあのグループの部と個人の部とお渡しするんですけど、その時にそのチームにお渡ししたんですけど、4年生の子、僕はもう泣いて抱きついてしまいまして、もう嬉しすぎてですね、向こうはやっぱり引いてましたですけどね <laughs>、めっちゃドン引きしてましたですけど、僕はもう壇上で一人大泣きしてる状態なんですよね <laughs>。 昔はなんか自分の仕事が達成したら嬉しいっていうのはすごくやっぱあったんですけど最近、やっぱりすごくこう年を重ねるごとにです、ね、今、私45歳なんですけど年を重ねるごとにフォーカスする部分がやっぱ人っていうのに変わってきてるんですだからやっぱその人が成長するとかその人がやったことないことができた瞬間とか、まあ、そういうのにすごくやっぱり感動心がこう最近、まあ、芽生えてくるようになってきました、まあ、これから多分もっともっとその辺が自分の中で大きくなってくるのかなという,ふうにやっぱり思ってますはい以上ですありがとうございます。すいいません、えっと、社員総会っていうのは、はい えっと、全ての社員さんが集まるっていうことなで,、ね、ですね、あの私の全従業員、プラス、えっと、私がまあ今、全国産業をしていまして、えー、まあ私の絆パートナーっていうのを今、まあ、どん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 全国に広げていってるんですけど、その方々もまあ60名ぐらい、全国から来ていただいて、まあ、全員でまあ計画発表して、懇親会して、で懇親会の場でまあ表彰するように、やっぱりしてましてですね、まあ、あのやっぱり別にお金がどうこうじゃなくて、やっぱりみんなの前で称賛されるっていうのは、 まあ本当に皆さん、僕も含めてですね、全員がそれを持っているものじゃないかなと思いますので、まあそういったところをまあできるだけ大切にしていきたいなというふうに思っています。はい。ありがとうございます。石毛先生ありますでしょうか。はい。そうですね。えー、まずはあの本を本とか新聞とかですね、それ自分で出せるっていうのはそれそれで結構嬉しいは嬉しいんですね。でもどっちかというとそれを親がですね、あの例えば。 テレビに出てたとかっていってうしそうにこう電話をしてきてくれるとかっていう時は非常に嬉しいですね。 で僕日経新聞に出た時よりも地元の僕栃木出身なんですけど下野新聞って本当ローカルなところに出た方がものすごい喜んでくれて、まあ、そんなもんかなと思うんですけどで昔はやっぱりそれがうれしくって自分がなるべくこう発信をしていろいろこうメディアとかも対応はしてたんですけど最近はなるべくこう自分が自分がではなくてうちのスタッフが前に出れるようにっていうことで,でこの間うちの子で新潟の子がいるんですけど新潟 の上越タイムズっていう新聞ですかね、えー、そこから連絡が来てうちで活躍しているその新潟出身の女の子をお取材させてほしいということで実際に新聞になってですねでその子からすごく喜ばれて、えー、お母さんとかお父さんが電話かかってきて、えー、そういう誇りに思ってるって言ってくれましたと石毛さんがやっぱりそういうゴールっていう名前を売ってくれてるからですっていうやっぱそれはすごく嬉しくてでやっぱり僕たちその社員になってくれた人のキャリアパスというかですね やっぱりうちの事務所にいて、こう自己達成というか、自己実現というか、ですねやりたいことをやっていけるとか、あ成長を実感できるとか、あそういうふうにしていきたいなと思っているので、えー、今もうちの子たち2人で本を書いてますけれども、まあ、そういう、僕がそういう、まあ、縁を作って、スタッフたちが輝く場を作って、まあ、それを喜んでくれるっていうのは、今、すごく一番うれしいかなとううに思っていますありがとうございます。小島先生お聞かかせいいいただいてもよろしいですか はいえー、う嬉しかったこと、はい、嬉しかったこと,、えーとですねまあ、この仕事をやっててですね、まあ仕事まあ、行政書士の仕事、まあ、自分のビジネスなんですけど、えーまあ、これとは別に個人的に、えー、やりたいなって思ってたのは海外移住だったんですけど30歳ぐらいにもうちょっと日本出たいなと。 思っててでた,ただあのお金があ、定期的に入ってくるお金がないといけないんで仕事っていうのはすごい重要なんでそこに合わせて、えー、極力事務所が自分がいなくても回るような体制を。 30歳後の頃から意識して組織を作っていったんですねでそれが形になりつつあって37歳ぐらいの時にデュアルライフ、まあ、1か月に1回は必ずこっち来るんですけど家族妻と子供2人4人でマレーシアの方に1回出てたんですね で、えー、そ,そのとき、ね、は結構、回るのかなと自分がいなくて回るのかなっていう,うん、まあ、不安とお、まあ、自分の個人的な希望とお入,りみわ入り混ざってましたけどうん、まあ、結果は大丈夫だったということで、えーまあ、デュアルライフは今も続けてて、まあ、最近はちょっとあのバンコクの方に。 えー、マレーシアから引っ越したんですけど、まあ、そ,そうですかね自分の個人的な嬉しいことでいうと小島先生、1か月に1回、日本に戻ってくれますか1か月に1回は戻って、大体、ね、年の半分ぐ、半分半分ぐらいで、そうや、はいね、って日々の業務報告とか、完全に任せてる感じですか、日本,人日本のスタッフに。 業務報告はあ、まあ、日々やり取りはしていますので、えーまあ、チ,ャットチャットベースであと、まあ、テレビ電話も普通にもう余裕じゃないですか、今無料ですしテレビ電話、チャット国際電話も高くないんで今はアプリのやつがあるんでほぼほぼ支障ないですよね、はい、どこにいようが。はい 毎日されてる毎日連絡はしてますね。わかりました、はい、ありがとうございます、はいえっと。大野先生なんですけど、罰ということで、なぜ罰なのか。<laughs> 行政書士になって嬉しかったことが罰の理由ってことですか。はいちょっと罰の理由をお話しするのはめちゃくちゃ難しいですけれど、行政書士だから、あっ。 えと嬉しいことが全くないわけではなくてあの行政書士だから良かったとか,なんかそれはあ、あんまり感じたことがなくて普通に仕事しててお客さんからあの感謝されてそれが嬉しいとか、まあ、日常普通にあってあとまあ組織、まあ、新しいことを成功して嬉しいとかあるんですけどそれが行政書士だからっていうのはあんまり感じたことがなくてでそういう意味の。 罰ですね。あえて言うならなんかあのここにいる素晴らしい経営者の方々とお会いできてよかったなっていう。<laughs> それぐらいですね。ありがとうございます。はい、その言葉があるだけで OK です。ありがとうございます。倉敷先生も何か。えっと私もあの罰をつけたのは行政書士を業として行っていることにおいて、えー、という意味。 ですで社内ではです、ね、やはりあの自分と同じ志を持ってくれている社員あるいは、えー、その社員の本音を聞いたときに、えー、こう自分が感動する話とかっていうのはたくさんあって、まあ、そこで涙したこともたくさんあります、えーまあ、会社のとしてあるいは会社の内部の中では、ね、そういうことたくさんあるんですけど仕事っていうところについて言えば まだ何事も成し得てないんですね何もあの達成した感がないんです、えー、周りからはいろいろ言われるようになりましたけれど、えー、自分の中での満足感というのは全くないんで、えー、その授業として授業,、まあ、授業ちょっと偉そうな言い方ですけど授業家としてはあ何もないです、えー、倉敷先生が設定している満足 で、何かあるんですか。わからないですね。あの、えっ、ー、と、開業した時。から見ると、今多分満足できる状態なんですよ。ただ、ここを目指してたんですね。開業した時に。でも、た、えー、いざそこにたどり着いてみたときに、何の満足感もないっていう。うんなんか意味めちゃめちゃ深い話ですね。ね <laughs> ありがとうございます。 他先生方何か付け加えて話すことないですか？ですか面白いエピソードないでないですか？わ <laughs> <laughs> か,かりました。じゃあ次いきます。えー、ここ最近で、えー、いいマインド、まあ考え方が面白いと感じた人、まあそういう行政書士と出会ったで、まあ出会ったのであればどういうそういうその人はどういう人か。 ということをお答えいただきたいんですけど、まずは丸罰でえっと挙げていただければと思います。ではえっと生のお願いします。あ、また法野先生と倉敷先生罰です。<laughs> じゃああの罰の理由も聞きますんで。<laughs> えっとじゃあえっと森本先生か。僕らっつって。あ、そうでまず。 えっと、そうですねまあ、一番あの、まあ、最近というか、まあ、出会ってよかったなと思う人は今、業界の中ではあの北海道の佐藤義雄先生という先生がいらっしゃってです、ねまあ、その方です、私、その方のところで1年間働かせていただいてまして、えーまあ、その方のやっぱり考え方とかマインドっていうのは本当に素晴らしいなというふうに思います、でもう一人、ですね僕あの、高松さん、すごい好きで若<松>あ、若松さん、ごめんなさい、高松さん、若松さん。<laughs> <laughs> <laughs> 若松さんすごい好きです今回このお話をいただいた時もまあ、実は今日ちょっとあの 別の予定も入ってたんですあの2つ予定が重なってましてですね1つはあの今、結婚式、えー、すごい仲良い方の結婚式が今行われているのとですねもう1つはうちの父が70歳でございまして、えー、今日70歳の記念,あの記念でですね父が今歌ってるんですね家族を集めてですね <laughs> まあその2つでも、あのー、若松先生からこの話いただいたときに、まあ、彼、すごくやっぱり。 何なんですかねでよもそういうもんじゃないかなと思うんです人と人ってでそのいいなと思った時に近づいていくかどうかですよね自分から。結構立場とか関係なくええなと思った人とそれぞれ違うと思うんですけど。 その人に自分から近づいていけるかどうかっていうのはやっぱりすごい成功に向けては大事な要素じゃないかなと思うんですだから自分でどんどんどんな人でもいいと思うんですね好きな人作って好きな人に告白するみたいなイメージで,ですねどん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 近づいていかれたら自分自身のその夢とかですね成長に必ずつながるんじゃないかなと思いますまあその辺、まあ、大切にしてもらえたらうれしいなというふうに思います多分ここにいらっしゃる先生って言ったら本当にあの日本で引っ張ってらっしゃる方々なんでこれ終わってからとかですねまあそれぞれタイプバラバラや思うんです タイプもですね。だからこの先生仲良くなりたいなと思う人が一人でもいたらですね、その人にやっぱ近づいていくっていうことはですね、まあ、すごいやっていただけたらなというふうに思います。はい以上です。本当に話ありがとうございます。石茂先生お願いします。 <laughs> えっとまあ、本当にあのこの前にいらっしゃる方というのは当然なんですけれども、特に僕、倉敷先生、き今日初めてだったのですごくあの意識というかです、ね、勉強になってます。でまあ、あととはそうです、ねあのまあ、行政置でっていうとです、ねえー ま逆にこう新人の方とか改業したての方とかと僕はその行政の学校という実務の教えているところをやっているのでお会いすることが多いんですねだから大体年間1500人ぐらいは行政さんに多分延べでお会いさせていただいていると思うんですけれどもまあその中でやっぱり面白いなという思う方の特徴でいうとですねえやっぱり質問 力がある方だなと思ってますあの例えば先ほどもこの後皆さんにっておっしゃっててこういう機会ってあんまりないと思うんですけどおそらくそんなに質問を例えばこの場で挙手でってなっても出てこないと思うんですねでそれはいろいろ理由はあって頭がまあクリアになってなくて後から考えればいろいろ聞きたかったとかって出るかもしれないですけれども一つはやっぱりこういうチャンスを生かせないっていうことも一つ行動力の長さになるのかなと思いますしあとはその。 なんだ我々の仕事をするときにすごく僕大事に思っているのはその質問をすることだと思っていて、えー、通常の業務のことだけを言われたことを。 あの正確にやるというのは当然、事業として当たり前のことなんですけれども、やっぱりそれ以外、お客様が抱えている課題とかです、ね、えー、こういったことを満たされるとうれしいなとか、まあ、そういったところにビジネスの種というのはあると思っていて、えー、やっぱり言われたことだけやってるだけだとです、ね、誰でもできちゃうので、えー、価格競争になるとか、そこに独自のバリューというのはないと思うんですね。 いかにそのお客様から質問をいい質問をしてですねお客様の中にあるものを引き出せるかっていうのはすごく仕事につながると思ってますしそれって例えば僕らが新人さんとかとお会いするときも一緒でやっぱりこの ここんなとと聞いて笑われるとかそんなくだらないことは一回捨てていただいてです、ねえー、せっかくの機会なのでやっぱ聞きたいことを聞くとでそれを自分の力につ,くつなげていくとやっぱりそういうことってすごく大事だと思っていて、えー、例えば昨日もちょっと僕をお会いしたあ女性の行政審さん大阪の方がいらっしゃるんですけど彼女はすごくこう質問が上手というかですね多分2時間ぐらいしゃべっててもずっとこう質問してくれるんですねで僕も気持ちよくいろいろしゃべれますしやっぱそういう質問をできる人っていうのは多分これからも伸びていくだろうなというふうに 思ってます。ちょっとずれましたけど。あいえいです。ありがとうございます。はい、じゃあ、えっと、丸野先生から聞いていきますね。小島先生お願いします。えー、え、良いマインドの。あ、そうですけど。<laughs> いい考え、<laughs> 面白い考え, <laughs> 考え方。考え方面白い。あのー、ですね、えー、っと面白い業えっとですね、あるある行政書士さん。 ちょっとうん、海外行ってから仲良くさせていただいている人がいるんですけどあのそれまで私はです、ね、その行政書士の仕事っていうと、まあ、単価が10万から20万ぐらいの、うん、仕事をできるだけ、えー、たくさんやるそれがあの売り上げを上げる術であって。 でそれをもっと売り上げを上げたいのであれば社員を入れて組織化をするというようなことだけを思っていたんですけれどもある方の仕事のスタイルがです、ね、組織化を全くせずに1人でやると。 ただ、そのお顧客に請求する単価が一般的な単価よりもお5倍から10倍の価格で請求をしていくという人に会いまして、えーまあ、そこでちょっと仕事のやり方でですね聞くと問を抜かれましてでですね、えーでまあ、や,やり方としてはやっぱり顧客がですね、えー いわゆる中小企業を対象にすると10万から20万みたいな仕事になるんですけど基本は大企業だったり上場企業を相手に入っていくというやり方をしている人がいて一人ですごい。 1、えー、一人なんで、めちゃくちゃそのほ,ほ,ほぼみり全部なんで1、まあ、人でも相手にするクラ,クライアントがでかくなってでそこの経営陣にがっつり入れると細々とした仕事ではなくなるっていうことですね、組織化をせずにも。 っていうふうにはあ思思ってそおすごいなって思った人はいますね。はい。わかりました。ありがとうございます。えっと若松さんお願いできますでしょうか。あえっと大野さんと蔵木さんバツなんで<ー>最後。なるほど。ええー、よ良いマインドを持った行政書士と。 出会ったということですね、あのーまあ、本日がそうかなとほん、本当、真面目な話を思うんですけども、えー、そうですね、良いマインドを持った、えー、私はあの恥ずかしながら自虐的にはなるんですけど、あの皆無というのをです、ねえー、ほとんどやってないと、あの行政書士であれば、その 都道府県会、えー、あるいは日行、あるいはというか、都道府県間に入って日行例にも入ることになるんですけど、解無というのを全然、えー、できていなかったんですけど、本当に、えー、行政書士の未来のためにですね、えー、日々奔走されている先生にお会いしまして、えーまあ またその会でですねあの私も講演の機会をいただいたりしましてあの非常に刺激を受けたというような、えー、エピソードがあります、うん、あのやっぱり、えー、国家資格ですし行政書士として名乗るためには誰かが、えー、どこかで活動していただいててですね、えー、行政書士の改正 案も成立したようですけども、そういった動きも、えーまあ、私は単に実務しかしてないですけども見え、見えないところでいろんな方に支えられているんだなというのを感じましたし、えー、その一人とお会いできたことっていうのは、あの知らない世界を見せていただいたり、聞かせていただいたというところで、大変刺激を受けたかなというふうに思います。 ありがとうございますでは、ツだったえと大野先生、うん、なぜツなんですかいないっていうことなんですか <laughs> じゃ。その語弊がある, <laughs> あるんですけど、いないわけじゃなくて、あのここ最近っていう定義、自分の中で、まあ、勝手に1年ぐらいでっていうふうに考えさせていただいたんですけど、私、一応業界で13年ぐらいやってるんですけど、あの自分の中で、 面白いと感じる先生があの、まあ、実務の話をしてくれる先生より僕はなんかその独立してあの営業とかマーケティングですとか,なんかこういう行政書士業務にとらわれない新サービスとかそういうお話をしてくださる先生がとても好きで面白いと感じるんですね。でで自分の中でそういうい ことやってる先生がいるよっていうふうにあの噂で聞くと絶対会い,会いに行くっていうことにしてまして、まあ、先ほどお話に出ましたあの、えー、札幌の佐藤先生ですとかあとあの絆の森本先生もそうですし会長森本会長もそうなんですけど、まあ、自分が会いたいと思った人に会いに行くっていうことをやってるのであの一通りりお会いできたかなっていうふうに。 自分の中では思っててましてであのやっぱり、えー、そういうこの人面白いよっていう話を聞けば、えーまあ、これからも会いに行きたいなというふうに思ってるんですけどあの本当最近で言うと、まあ、自分も一応名古屋であの勉強会行政書士向けの勉強会っていうのを、まあ、名古屋行政書士探求会っていうのをやってるんですけど、まあ、登録したての行政書士さんとかが来られて。えー 何人かお会いしてるんですけれどやっぱり面白いなと思う人は、まあ、自分の中ではそういうい実務の話をする人より、まあ、それ以外の,あの本当に事業家、起業家のような考え方を持っている人が面白いなと感じるので、まあ、そういった意味で言うとちょっとここ1年ぐらいは、まあ、自分が会いに行ってないっていうのもあるのかもしれないんですけどお会いできてないなという,ふう意味で罰にさせていたただきまし,たしまここ最近という話なんいいですか 先生、お願いしますえと僕はあの行政書士になって17年経つんですけど17年間でほとんど行政書士と接触してないんです、えー、あの、えっ、ー、と、皆無はまさに皆無です、<laughs> 行ったことないですね、なぜ行かなかったかっていうと、最初に行った総会でですね、そこに出席してる人たちは、えっ、ー、と、おじいちゃんばっかりだったんです。 でちょっともう本当に有料老人ホームかみたいな空気だったんででもまあ僕、今もうその年になってるんですけど、まあ、それでも行ってないんですねなんとなく嫌な空気が流れてて行かないようにしてるんですねで、まあ、それよりはあの弁護士や司法書士や税理士なんかがですねと接触するほうがはるかに多くてで事務所見学もまだね行政書士事務所の方は あの来たことないんですね、では弁護士法人だとか、証書士法人だとか、税理士法人だとかは、あの多数、鳥取の、えー、田舎まで,です、ね、事務所見学に来たりしてるんです、まあ、それだけ行政書士会では僕、無名なんだろうなとは思うんですけれどあの、接してきた人たちがまず行政書士というのが少ないということですね。それとお今日はあのここにいらっしゃる皆、えー、先生方ほぼ 初めてなんですけれど、まあ、隣の若松先生だけは一度打ち合わせを本件について打ち合わせでお会いしてるんですがあの、まあ、こうやって見てみると皆さんあのシュッとしておられてですねあ綺麗、まあ、な感じじゃないですか、ねそのまあ、森本先生に至っては日本一の行政処置法人のトップだっていうそこをパッとお見受けして納得感あるんですよねまあそうだろうなっていう。えー、僕多分興味を引くのは えなんでっていう思う人じゃないと多分興味があないんですよでまあ今日強いて言えばこの中では小島先生ねちょっとなんかこうふざけてんのかっていう感があのいい感じですよねあのすいません強い,て言う強いて言うならこれであのできればちょっと下流しかなんか着てきて頂い,いて短パンで、えー、ビーチサンダル で髭でも伸びていれば最高だったかなと思うんですけれど <laughs>、まあ、自分が相当変わってるんで自分より変わってる人にじゃないと多分興味がないんだと思います <laughs> ありがとうございますじゃあ、えっと、以上で「えっと、丸バツの、えー、質問を終えたいと思います、えー、もう残り15分になってますので、えっと、最後に、えー、各先生、えー、から、えーまあ、今見ていただいているオーディエンスの方に 向けて、えー、まあ、熱いメッセージを。えー、大体一人二分程度になるんですけれども、えっ、ー、と、お話しいただければと思いますので。えっ、ー、と、順番はも森本先生から最後、若松さんという形でいきますんで。えー、とまずは森本先生、お願いいたします。はい、えー、皆さん、今日はどうもありがとうございました。あのー、まあ、まあ、社員さんにもお伝えする話なんですけど。まず、ご自身の夢を作ってくださいと、まあ、いうところがスタートじゃないかなというふうに思います。えー、大きい小さい、どっちでもいいかなというふうに思います。 えー、社内の研修でも、ですねうちあのパートさんが180名ぐらいいらっしゃって、シルバーの方もたくさんいらっしゃいます、えー、70歳の人を捕まえて僕、を研修させてもらったりするんですね、夢作りましょうって言って、まだやってます、3年後の夢なんですかって聞きます。 やっぱそれがないとですね、絶対楽しい人生にならへんと思うんですね。だからまず、まあ資格をお持ちの方は、その資格をどうしていきたいのかっていう将来の夢を作っていただくとか、えー、まだお持ちじゃない方は、夢を先作って、そして勉強を一生懸命するとかですね、とにかく自分のなりたい姿をですね、思いっきり作ってほしいなと思います。もう鮮明に、カラーで見えるようなイメージですね、作ってほしいなというふうに思います。まあそういうのを、まあ続けていっていただくとですね、 えー、素晴らしい人生が待ってるんじゃないかなと、私も、えー、常に夢をです、ね、変更変更しながら、えー、毎年毎年やってますんで、ぜひ、まあ、行政書士の方は登録をして、えー、まだの方は勉強して登録していただいて、一緒にです、ね、行政書士を盛り上げていただきたいなというふうに思いますんで、どうぞよろしくお願いします。今日はどううもありがとうございました 今日は本当にありがとうございました、えーっとですね、本当に僕らの今、業界はです、ね、変革期だと思います、特に手続業務っていうのは、AI とかです、ね、そういう機械化、自動化っていうのは、これは確実に来てはいると思ってます、実際、うちでも作ってたりします、でやっぱり前例踏襲型というかです、ね、過去の行政書士像を追っているだけでは、正直これから厳しくなるところもあると思います、ただ、何でもそうですけど、やっぱり変化の時代はチャンスの時代でもあるということで、前例だけにとらわれずに新しい価値を作っていくという気持ちがあればですね、やっぱり 仕事を作り出していくということでやれればです、ね、本当に僕たちの未来っていうのは大きく変わると思ってます、ですので、これから開業される方はです、ね、本当にこれからそういった変化の時代に自分たちは生きてるんだという中で、過去を振り返るんではなくてです、ね、未来を見て、しっかりと自分の道を歩いていけばです、ね、絶対この業界、まだまだ伸びると思ってますので、ぜひ一緒にです、ね、この業界、盛り上げていればと思います。ありがとうございました ははいい今日はありがとうございました、えー、とこ,れからのこれから開業される方とかあ行政趣旨の試験を、えー、勉強される方に向けてなんですけれども,おでもか開業ってなった時に一番あの不安なところってほとんどの方は売り上げが上がるのかっていうところが一番。 だと思うんですよねでここに関して言うと、あのー、ちゃんとその営業方法とマーケティングを学べば仕事は取れるんですよで、えー、ここを学ばずして、えー、開業する人が割と多いので、えー、仕事が取れない人が多い。 ので、えー、ただ試験の勉強をして合格しただけでは何も売り物がないので、えー、やっぱからなんですねからなので、えー、ある程度実務,実務の本ってもういっぱい出てるからアマゾンで洗いざらい買って3万あれば何十冊も買えるし洗いざらい買って ででマーケティングを学ぶ教材もいっぱいあるのでそれをおめちゃくちゃ勉強してやっぱじ準備大事だと思うので準備すしてちゃんとやればあ1000万ぐらいの売上年間の1000万ぐらいの売り上げだとお早々に達成できる人のほうが実際はそれをちゃんとやれば多いはずなんですよね。 なので、えーまあ、そこ準備を怠らずやれば1000万ぐらい、だら1000万を目指す人って多いと思うんだけど、割とすぐいけますよっていう,うふうに思いますんで、えーまあ、あの売り上げについては希望を持ってくださいっていう <laughs>、<laughs> 1000万いくと、また次で、次3000万とか5000万とか、自然とねあの、欲求出ちゃう人もいますんで。はい 以上ですすありがとうございます、えー、私はまだ行政書士業界で考えても、えー、年齢、多分若いほうで若輩者なんでちょっと熱いメッセージとか大変恐縮なんですけれど自分が、えー、考えていることとして 行政書士試験を、まあ、受ける人も減ってきているっていう中でやっぱ業界盛り上げていくためには行政書士の数、まあ、増えてほしいと思ってますし。 でまあ、僕らもライバルが増えるような形にはなってしまうと思うんですけどその人数増えることで面白い考えを持った人もたくさん出てくると思いますし、えー、独占業務ってこれから RPA とか AI とかでどんどん行政手続きって行政書士業務減っていっちゃうかなと考えているんですが本当、えー、行政書士の枠から外れた新しいことっていうのがやっぱり人がいればそれだけ新しいものを考えていけるんじゃないかなというふうに個人的には思っています。 ので、えー、行政書士に興味を持って行政書士やりたいっていう人がたくさん増えてくれると僕は嬉しいかなというふうに思っています、えー。一緒に業界を盛り上げていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。 ええー、まあ、行政処置という仕事をですね、あの、まあ、勤務するという、まあ、いわゆるその使用人行政処置でスタートするという選択肢も今後は出てくるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、僕が始めた頃は、あの、そういう募集をしている行政処置法人とかもなかったので、あの、身近にはなかったので、ええー、頭から自分で始めたんですけれど、ええー、今はあいくつもです。ね、その、 使用人行政書士を募集している、あるいは社員行政書士を募集している事務所もありますんで、まあそういったようなところに入って、えー、勉強するというのもおいいんじゃないかなというふうに思ってます。ただ、やはりあの、独立開業っていうのは一つのこう目標であり、夢でもあると思いますし、まあ私はあの、私のところにいるう社員にはですね、あの、どうしてもお 私の会社で働きたいという人は別として、えー、独立開業する人を止めるということはしておりません。まあ、ほとんど、あのー、辞めた人はいませんけれど、でもできれば60ぐらいになったときには、 あ一旦退職して、えー、自分のところで、えー、学んだあことを生かしてね、えー、まあなんせあの死ぬまでできる仕事なんで、えー、そこから独立開業するということもおいいんじゃないかなというふうに思ってますただ独立開業するということは、えー、ゼロから1を作り出すという仕事をしなければならないということなんですねこれがあ独立開業するう ための一つの意思だと思います。ゼロから一を作り出す勇気があるかっていうところだと思うんですね。 まあ所詮その勤務行政書士であれば仕事自体は基本的に会社が取ってくるわけなのでその仕事をやっていくという与えられた仕事をやるということなんですけれどやはり醍醐味は自分で仕事を取ってくるという0から1を作り出すというそこがこの仕事の醍醐味だというふうに思ってます今あの私のところではマネージャークラスには ゼロから一を今年度中に作り出してみろということを言っております。一切のヒントも与えませんし、一切の支援もしません。自分の力でゼロから一を作り出せということをですね、あの、指令を出しております。次の GM 会議でその議案がですね、上がりまして、 自分の企画書がですね、たくさんの企画書が出てくるんです,ですけれど、まあそれを非常に楽しみにしてるんですね。こういうことを楽しめる人は独立開業をしたらいいと思うんです。そしてこの業界、えー、競争力本当にあの、ない人ばっかりです。あの、本気で戦えば負けるはずないんですね。普通のマインドがあれば、例えば他の仕事をやってきた人たち、 です,ねえー、はあですので、そういうその覚悟ができる人は独立開業していけばいいんじゃないかなというふうふに思いますそして、えー、おそらくですけれどこの行,、えー、行政書士会もあるいは他の修業会も確実に再編されます、えーまあ、AI ということをです、ね、盛んに言われてますけれど 確実に再編されていきます今まで、えー、ライバルだったあ事務所他、えー、事業がですね今私のところには多数コラボを求めてき、えー、ているんですね、まあ、何を隠すとあの今日初めてお会いしましたけれど大野先生の所属されている、えー、事務所ともですね既に昨年からあコラボをしております、えー、いわゆるですねそのコラボをするというのは 弱者同士が組んでも弱者のままなんですよ、えー、強者同士が組んでいくと、すごい力になると思うんです、で私、目指しているのは、その行政書士会のみならず、えー、弁護士、あるいは証書士税理士、社会保険労務士、それぞれの分野のトップクラスと、ね、これは防止したいと思っているんですね。 えー、それも複数やりながら、共射連合を作っていきたいなというふうに、えー、思っております。まあ今日あのせっかく森本先生ともお面識ができましたので、えー、戦うのか、<laughs> コラボするのか <laughs>、後で膝詰めでお話しさせていただきたいと思います。<laughs> はい、皆さんも頑張ってください。お願いします。はい、えー、皆様本日はありがとうございました。 えーまあ、角度の違うお話がですねいろいろ聞けたのかなと、まあ、やってる業種もバラバラ、えー、考え方もバラバラ、えー、またこ今回、森本先生は神戸から石毛先生は東京から、えー、小島先生はバンコクから大野先生は名古屋から <laughs> せ先生、どこ あさ札幌から <laughs> ああ、えー、私だけが大阪で、えー、これまで2年連続で、えー、レックさんからオファーを頂い,いて、えー、国際行政書士の実務という観点でお話をしてきました、えー、ただ今年はですねこれだけ素晴らしい先生方に支えられて、えー、本当に受験生が減っていると、えー、こういう危機感を持っていた中でですね、えー、皆さんに 何か一つでもお届けをでき,てできたんではないかなというふうに思ってます、えー、行政書士業界を考えてみますと、えー、本当に実務化を求めているのかなというふうに感じます、えー、そういう観点で申し上げますと、えー、行政書士でやっていけんのとか、えーまあ、そんな不安っていうのは、えーまあ、新しいことをやるにはつきものなのかもしれないです ただ、えー、ぜひ、えー、試験に合格していただいてです、ね、その殻を破っていただいて実務の世界にです、ねえー、飛び込んできていただけたらなというふうに、えー、そんなふうに思っております、えー、今日という日がです、ね、何かのきっかけ、気づきになっていただければです、ね、あの私としてはあの本当に、えー、このイベントを企画させていただいてうれしい限りでございます。はいえー まあ最後になりますがあの最後までご成長いただきましてありがとうございました。